は立ち上がりから押し込む時間、おっとチャンスは抜けてきました、脇田が打った、引きつけられて、宮代の動きによって引きつけられたんですけど、その後ろのカバーがちょっとできてなかったという、はい、多分川原も見えてなかったですね今のは。